エンスレイブドは、1991年に、ノルウェーのスベオで結成された、エクストリームメタルバンド。バンド名の由来は、同国出身のブラックメタルバンド、イモータルの曲エンスレイブド・イン・ロットから。現在は、ベルゲンに拠点を移している。グルト・レシェルソン2016年、イバール・ビオルンソン2012年、アルベイスダル2016年、カト・ベッケボル2016年はじめ、 シェルソンとビョルンソンは、ホビアというデスメタルバンドでプレイしていた。1991年、エンスレーブドを結成。ノルウェージャンブラックメタルの原型となるようなバンドとして、活動を開始したが、彼らはこのジャンルにしては、珍しい作曲の仕方をしていた。それゆえ、ブラックメタルバンドと呼ばれるよりも、エクストリームメタルバンドと呼ばれることを好んだ。1997年、サードアルバム。 エルドをリリース。このアルバムがプログレッシブな作風へと方向転換した最初のアルバムだと考えられている。2000年、フィフスアルバム、バードローム、ビヨンドザ・ウィズインをリリース。プログレッシブな作風を確立する。2001年、シックスアルバム、モヌメンシオンをリリース。このアルバムから、主に英語で作詞が行われるようになる。ファーストアルバムを除く。 それ以前のアルバムではノルウェー語で歌詞が綴られていた。2008年、テンスアルバム、バータブレイをリリース。このアルバムは、技術面、特に火星的な面で、ピンクフロイドのようだと高く評価され、母国でグラミー賞に相当するスペルマンアワードを受賞した。2009年5月、プログレッシブメタルバンド、オーベスト北米ツアーを行う。2011年、 二枚の EP をリリース。アメリカ合衆国、カナダで、アルセスト、ジュニアスと共に、結成20周年ツアーを行った。同年、ノルウェー政府公認の賞である、ノルウェージャンアーティストソングライターズアソシエーションオノラリーアワードを受賞。音楽産業への貢献を記念した同賞を、メタルバンドが受賞する、初の異業を達成。2012年、12枚目のアルバム、 リーティアをリリース。このアルバムでバンド初の国内版が発売された。2016年13枚目のアルバムインタイムズをリリース。ラウトパーク16にて初来日を果たす。2017年にフォーティーンスアルバム E をリリース。2018年6月ドラマーのカトベッケボルが脱退した。同年12月に新ドラマーとして イーベルサンデーが加入した初期のエンスレーブドは、典型的なブラックメタルといったサウンドをしていたが、近年では、クリーンボーカルやキーボードを大きく採用し、オーベスにも似たプログレッシブな作風になっている。歌詞は主に、北欧神話を扱っている。バンドの中心人物クジェルソンは、ブラックメタルとは何かという問いに対して、興味深い回答をしている。ありがとうございます。